にちは。料理歴はアメリカに来てからなので5年くらいかな。始めるきっかけは一人暮らしを始めたので自分でやらなきゃいけなくてっていう感じです。豚の角煮とか、はい、そうですね、なんか自分が普段気づかないけどやった方がこうしたら美味しくなるよとかいうことを学べたらいいなと思います。はい、よろしくお願いします。行ってきます。こんにちは。あ、どうもこんにちは。こんにちは、リナです。今日はよろしくお願いします。松下の島と申します。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、シーフードセビーチェ with キノアを作ってみたいと思うんですけれども、はい、キノアってご存知ですか？いや、知らないです。キノアはこれなんですけれども、これはもうキノアをもう炊いてあります。はい、すごく簡単です。キノアの量の倍量の水で15分煮るだけです。15分、はい、本当に簡単。これはもうそれを、はい、してますから、はい、今日これ作っていきたいと思いますけれども、原産地は南米のボリビアとかペルーとかあの辺なんですね、はい、雑穀類ですね。ああ泡とかヒエとか、はい、アマランサスとかだいたいこの辺の親戚ですね。はい、雑穀類です。これをちょっと使っていきたいと思います。はい、じゃあ玉ねぎから、はい、切ってみてもらえますか。玉ねぎは、はい、まあ、こう切る人もいますけど、今回はこっち、この繊維がこう入ってるので、はい、縦に繊維が入ってるので繊維を切るように、はい、そうすると玉ねぎの汁がよく出て、ソースにも馴染むんですね。はい、だからこのように切って、薄切りなるべく、なるべく、薄切りが、はい、はい、あ、結構上手ですね。その手つきは結構料理されてますね。はい、毎日自分でご飯を作ってます。上手です。 ありがとうございます。いや、なんか緊張しちゃいますね。じゃあ次は、はい、次は今日のポイントなんですけども、はい、普通に、まあ、きゅうりをスライスして普通だったら入れて同じにお野菜をね、はい、入れるんですけれども、ちょっと今日は一つ技を覚えて、はい、やってみたいと思います。蛇腹きゅうりってご存知ですか？蛇腹きゅうりは見たことあるんですけど作ったことはないです。じゃあ今日作ってみましょう。はい、最初はですね、はい、このままこう言ってもいいんですけれども、はい、ちょっと座りが悪いので、座りが悪い、はい、座りが悪いっていうのはやっぱりこうグラグラするんですね。グラグラするとやっぱりちょっとこう、切りにくいっていうんですか、はい、一回ここで少しこう、おで反対側も、はい、全く逆側ですね、はい、ちょっとでいいですか、薄く。そうすると座りがいいんですよ。切りすぎですか、これ。ちょっと切りすぎちゃった。大丈夫ですよ、大丈夫です、はい、そうそうそう、まあ、上手ですね。もうちょっといいですよ。そうすると座りが良くなりませんか？はい、あ、そう、本当にやりやすいですよね。はい、でここに箸がこうあると思ってください。はい、ここに箸があって、全部下まで切らない、この箸の上で止まるイメージで、はい、持っていくんですね。はい、こういう感じで。あ、難しいですね。本当に割とこの下の方まで。そうですね、結構だから箸イメージ、割り箸を置いて、おー、難しそう、その上で切ってるイメージ。だから下まで行かないでください。まあ行っても大丈夫ですけどね。こう、ゆっくりでいいですよ。はい、わ、なんか切っちゃいそうです。すごい怖いです。あ、切っちゃった。あ、大丈夫ですよ。そのまま続けてください。はい、あ、こう割り箸が入ってるイメージで、はい、うん、いや、切りそうで怖い。一つポイントとしてはね、少し斜めにしてください、はい、そうするとここが当たって、はい、ここにつかないでしょ。ああ、そっか。そこでこういう感じですね。そうすると絶対切れませんから。そう、上手です、上手です。はい、ありがとうございます。そしたら今度は反対にします。はい、これをこのまま反対、はい、
そう、また座りがいいですね、こちらに切ってるから、はい、そして今度はこっち切ったらまあ切れちゃいますね、はい、その斜めに引くんです、この斜めに引いてください、45度ぐらい45度、はい、でまたイメージして割り箸をイメージして、はい、まあ先ほどと同じですね、はい、上手ですね。あ、ちゃんとできてるのがすごく心配。あ、見えました。そうすると、はい、もうこれで出来上がりです。これでね、はい、ほら。あ、本当だ、すごい。結べちゃう。あ、でもなんかこう。なんかちょっといい感じでしょ。あ、すごい。芸術品ですね。これまあ、大丈夫ですね。ちゃんとできてます。そうするとですね、はい、また意味があって、はい、これをまあ切っていくんですけども、はい、こう 1.5 センチぐらいに切って入れていくんですけども、ソースが絡むんですよ、切ってるから。あ、そうですね。で、普通のスライスよりも厚く切るから、はい、きゅうりの歯ごたえもあるし。おー、技ですね。そうです。はい、じゃあ次にですね、ペアトマト、はい、まあ、ミニトマトですね、これを半分に切ってください。はい、半分、はい、まあ、これは説明とか別に僕もやらなくても、はい、はい、これはこう縦に半分、そうですね、このまま縦に、はい、はい。シェフになられて何年くらい？シェフですか？ですか、はい、29年です。長いですね。これじゃあ、メニューとかもこうたくさん作ったりするんですか？いや、うちの場合は大体社長が作ってきてくれるって言ったらおかしいですけど、こういうのをやるっていう感じで、はい、それからまあ多少はクリエイトしていきますけど、はい、基本的なものはうちの社長が、はい、次はセラントロですね。これセビチって言ったらセラントロですね、はい、これをみじん切りに、みじん切りに、はい、みじん切りというか細かく叩くって感じです、はい、最初はザクザクっと切って、召し上がったことありますよね。はい、いろんなところで、はい、こんな感じで最高です。あ、ありがとうございます、はい、それをボードの方に、はい、はい、じゃあ次にですね、シーフード、はい、最初はエビからいきますか、はい、じゃあこれを僕一つじゃあ、はい、今見せます、はい、見せちゃってください。このエビは剥いたことあります、ね、あります。じゃあもう全部いっちゃいます。はい、尻尾はつけておいてください。はい、できました。そしたら、途中まで軽くでいいです。本当に5ミリぐらい。5ミリぐらい。はい。あ、上手ですね。上手ですね。ありがとうございます。で、ここに背わたが。背わた、はい、ほとんど入ってないんですけど、ちょっと入ってますね。これなんか、そして隠して。先ほど、毎日自炊する、はい、おっしゃってましたけども、はい、どのようなものを作られるんですか？やっぱり一人暮らしなので、名前のないこうなんとなく食べたいなって思うようなものをその時の気分で作ってます。あるもので、はい、煮たりとか、はい、煮たりすることが多いですけど、これ入ってきました。じゃあ早速エビを、はい、湯がいていっていきたいと思います。はい、はい、じゃあこの玉じゃくしでですね、穴に、はい、入れて、こうしゃぶしゃぶをやるときみたいに。はい、しゃぶしゃぶ、はい、熱いですから気をつけてください、はい、そうですね、開きますんで、色が変わって7、7、8分通り、まだですか？もうちょっと、はい、火が通ったら OK ですね、はい、あ、OK ですね、はい、それで用意してある氷水にとってちょっと冷やしてください、はい、じゃあ残りの2匹もお願いいたします、はい、見極めるのすごく難しいです。何かコツとかありますか？もういいですよ、はい、はい、もういいですね、はい、こう曲がってきたり、色が出てきて曲がってきて、はい、透明な部分が外側なくなってくるんですよね、はい、そしたら大体もう8分通り入ってますから、はい、わかりました。そしてまた氷水に取ると、はい、この色が出るんですね、はい、先ほどより綺麗に、そうですね、はい、はい、じゃあ次はですね、
ホタテ貝、はいはい、を切っていきたいと思いますけども、はい、一応2つ用意しました。これを、はい、はい、そうですね、これをまあこの貝柱のところを取っていただいて、はい、これも別に美味しいので、はい、これも入れちゃいますから、はい、あ、本当だ、綺麗に取れます、使います、はい、でこれをですね、どんどんじゃなくて、あのちょっとお刺身風にそぎりにしてもらいたいんです。薄くこういう風に、だいたい3枚ぐらい、3枚くらい、はい、頑張ります。3枚いっちゃいましょうか、はい、はい、頑張ります。わー、怖い。あ、上手ですね、はい、3枚いけますね。あ、やった、すごく緊張します。でね、切るときに一つ、はい、あの気づいたんですけれども、はい、まあ、足元はちょっと映ってないんであれですけれども、はい、足をねこういうふうに斜めに構えて、はい、こういうふうに構えるんですね、はい、そうすると体がこうなりますよね、こうじゃなくてこうなりますよね、はい、そうすると右利きの場合ですよ、はい、そうするとこっちがすごくこの手になるから、すごくやりやすいんですよ。だからこれ足って大事なんですよ。手だけで切るんじゃなくて、そうなんですよ、あの本当体全体じゃないけども、この姿勢っていうんですか、はい、この立つ足の位置、これを変えるだけで全然切り方が変わってます、はい、で次はですね、ヒラメ、これでいいんじゃないでしょうか。そんな薄くなくていいですよ、はい、このぐらいでいいです。これ結構生き締めなので、プリプリしてるので厚く切っちゃうとこう、はい、なんていうんですか、噛み切れないじゃないけど、あ、へ、だからなるべく、まあ、そんなにプリプリしてるんですか。ちょっとこう薄く、はい、本当だ、すごくプリプリしてる感じが、硬いですね、結構。そうなんですよ、生き締めです。お、難しい、すごく難しいです。できないようにしてください。はい、わー、いいですよ、どうです。一回ね、こう、はい、やった後にこういうプリプリしたの拭くと全然違いますから、はい、拭くと濡らしてまたあのやると やり方がちょっと違うと思います、はい、本当に難しいですね。力は結構いりますね。そうですね。これ。おー。できないよ。はい。あ、上手です、上手です。はい、毎日自炊してるだけあって、慣れてきたら使えますね。はい、ありがとうございます。あ、はい、で次は、はい、タコ、はい。タコ。タコはですね、どうしようかな。これも普通に切ったら面白くないので、はい、波切りっていうんですか、波切りって言ったらね、これもあのソースがよく絡むような切り方なんですよ、はい、これも基本的には薄く切んなくていいですから、はい、あのだいたい1センチぐらいで、はい、普通にこう切っちゃうんじゃなくて、これをこう波打たせながら切るんです、こういうふうに。おお、本当だ、ちょっと上級者な技ですね。そうです、これ技を覚えておくと、なんかホームパーティーかなって、はい、あ、なにこれみたいな。おお、ちょっと頑張ります。センチくらいで、ゆっくりですよ。あ、上手、うまい、あ、プロ並みですね。ありがとうございます。ちょっとなんか不格好な。上手です、上手です、はい、その調子でもうあと3回ぐらいいけますか。次はですね、セビーチェのソース、はい、セビーチェソースですね、セビーチェ、はい、を作っていきたいと思います。もう材料はこちらにありますけれども、はい、もうこのままあの全部混ぜ込んでいく、はい、混ぜていく。これはレモンジュース、はい、300ml、はい、次がちょっと、和風テイストになるんですけども、和風テイスト、はい、これ柚子のジュースですね、柚子のジュースを 50ml、はい、それとセビーチェ、普通はお醤油を使わないんですけれども、はい、今回使っちゃいます、はい、お醤油の香り付けでちょっと、15ml、はいはい、あ、すごくいい匂いが、はい、そして、ブラックペッパー、ブラックペッパー1ティースプーンですね、ティースプーン、全部入れちゃってください、はい、そうですね、そしておろし生姜、おろし生姜も1ティースプーンです、はい、これ、こちらですね、こちらがですね、今回のちょっと
辛味ですが、辛味、はい、ね、ペルーのチリで、はい、アヒアマリロって言います。アヒアマリロ、はい、黄色いチリですね。へえ、初めて聞きました。ちょっと辛い、まあ、辛い方なら大丈夫かもしれないけどかなり辛いです。ちょっと、はい、どうぞ。ちょっと後から来ると思うんですけど。あ、本当だ。後からなんかあの唐辛子みたいな感じ。唐辛子です。はい、そうです。黄色唐辛子。はい、このペーストがアヒアマリオ。はい、これがあのペルーのチリですね。はい、じゃあこれ見てください。このチリはただ辛いだけじゃなくて、あの、はい、旨味っていうんですか。はい、もあるんで、これはね、よく南米マーケットとかに行くと必ず売ってます、ね。はい。そして最後にニンニク、ニンニクを入れていきたいんですけれども、はい、生のニンニクを使いたいので、生のニンニクを入れるとやっぱりちょっと味が違うので、これをまたみじん切り、はい、お願いします。はい、はい、上手ですね。ありがとうございます。彼女はうまい。上手ですね。ありがとうございます。じゃあ先ほどみたい、先ほどのセラントロみたいにまた、はい、これで、結構あのこれでもかってぐらいに細かくしてください。はい、こんな感じ で、 いいで、あ、最高です。はい、はい、じゃあこれを、じゃあこんな感じ、はい、こんな感じで、はい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 、OK です、はい。じゃあこれをじゃあこのスクイーズボトルに入れていきますので、はい、そうするとあの和える時にもすごい量も調節しやすいし、はい、余ったら余ったで別にこのまま冷蔵庫に保存しておいたら、はい、もう本当に2週間ぐらい全然大丈夫です。あ、そんなに長く保存できるんですか。はい、はい、はい、じゃあほとんどもうできたような感じなんですけど、はい、あとはソースをあえて盛り付けるだけです。はい、じゃあ先ほどのこのお野菜の方に、はい、先ほどのこの作ってもらったソースを振って入れて、はい、先ほど味見しましたよね。はい、なんとなくどのぐらいの塩加減とか、なんとなくイメージがあると思うんですよね。そのイメージでだいたいこれじゃ多いな、これじゃ少ないなっていう感じで、これだとすごい調節しやすいんで、ちょっとやってみてください。はい、でもなんかすごく濃い、これくらい、いや、もうちょっといきますか。はい、これくらい、もっとですか。はい、その辺で一応止めていきましょうか。はい、それでちょっとこの端かな、こんな感じで、はい、じゃあこのシーフードの方を、シーフードの方に入れてください。はい、こんな感じで、もうちょっといきましょうか。はい、ちょっと濃くてもいいですよ、味が。もうちょっと、はい、はい、結構入りますね。はい、でこれをまたちょっと軽く変えていただいて、全体的に味を馴染ませて、はい、これ両手使うっていうのはちょっと難しいですね。普段片手だけ でスプーンでこう混ぜてもいいんですけどもね。はい、はい、じゃあ次はもう盛り付けいってみましょう。はい、はい、じゃあどうぞ盛り付けてください。箸を、はい、はい、ありがとうございます。これは綺麗に見せるコツとかって、そうですね、最初あの野菜を敷き詰める感じで、はい、その上に混ぜながら、まあ、トマトとまあ、シーフードこんな感じでいいんじゃないでしょうか。はい、そして次にですね、キノア、キノアを周りにこういうふうにちょっとそうですね、飾るっていうんですか、飾り盛りじゃないですけども、はい、やってみてください。全体的にこう周りになります。はい、どれくらい、ちょっとずつ、そうです、ちょっとずつですね。これもあのお好みの量なので、今回あの3テーブルスプーン用意しましたけれども、はい、お好きな方はもっと使ってもいいですし、はい、先ほどのエビ、
これをじゃあ綺麗に盛り付けてください。はい、四方にですね。はい、でこのソースをこうキヌアにかける感じ。はい、で最後に、別に用意しておきました、はい、飾りのセラントを天に盛ってください。天に盛るって言うんですけど、うち、はい、あの業界用語じゃないですけど、はい、何でもあのお料理の上に例えば大葉でも何でもこう上にポンと乗っかってますよね、はい、色合いで、はい、あれを我々は天に盛るって言うんですけど、天に盛る、はい、天に盛ってください、はい、じゃあこういう感じで、はい、はい、バッチリです、はい、できました。はい、じゃあ今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。じゃあ早速、はい、お味見の方、はい、早速してみましょうか。別に全部食べられますよね。嫌いなものはないですね、はい、何でも食べます。じゃあいただきます。はい、どうぞ。じゃあこの絹をたくさん、うん、あのすごく酸味が効いてて、なんかすごく夏にぴったりな料理なちょっと夏すぎちゃった。すごく美味しいです。はい、夏すぎちゃいましたね。ちょっとあの柚子の香りがしてね、はい、ちょっと和風テイストなんですけれども、今回ははい、このキヌアがすごくなんか新食感っていう感じで、初めて食べるんですけど、すごく美味しいです。はい、大体あのセビチェっていうのは、はい、保存食として向こうのあの南米で本当はもっとあのマリネされてるんですよ、はい、もっと本当に2日も3日もマリネしたようなのを、うん、あの出したりする場合が多いんですけども、はい、大体あの今回は和風テイストにしてさっとこう、はい、ドレッシングでサラダを和えるような感じ の、はい、あのセビチェなんですね、はい、だからあの、うん、刺身でもあの全然あの召し上がれるぐらいの、はい、あの新鮮なものを使ってちょっと和風テイストのあのキヌアを使った、はい、ちょっと、うん、向こうのちょっとあのセビチェとはちょっと違う一風変わったセビチェではあるんですけれども、はい、多分今度家でもできそうですか、はい、頑張って挑戦してみたいと思います。はい、じゃあ今度頑張って作ってみてください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごく緊張したんですけど、あの楽しかったです。そうですね、最初はすごく難しくてできないかなと思ったんですけど、ちょっとした工夫とか一手間でこう料理がすごく綺麗になるっていうのが分かって、いいジャバラ体験でした。本当にすごい初めてで、なんだろう、すごく美味しくて、これからも自分のレパートリーにちょっと足して自分でも工夫していけたらなと思います。はい、ありがとうございました。